大韓航空機爆破事件は、1987年11月29日に、大韓航空の旅客機が、北朝鮮の工作員によって飛行中に爆破された、テロ事件である。日本で、大韓航空機事件と呼ぶ場合、この事件のことを指す、場合と、1983年9月1日の、大韓航空機撃墜事件のことを指す場合に分かれる。 事件発生時の機体大艦航空858便は、アラブ首長国連邦アブダビオ、協定世界時日曜日の午前0時1分に離陸、インドを横断し、ボンベイから始まるアンダマン海上空の航空時 R468 を飛行して、ビルマの航空管制空域に、離陸から4時間半後の現地時間午前10時31分に、到達した。インドとビルマの境界である、 トーリースポイントからラングーンの航空管制官に対し現在37000フィートを飛行中。次のビディスには午前11時1分、トゥボーには午前11時21分に到達の予定と報告したのが大韓航空858便の最後の通信となった。ここで858便は航空路ロメオ68を飛行しており、 ほぼ帝国通りに、バンコク国際空港に到着するはずであったが、ラングーンから、南約 220km 海上上空の地点で、午前11時22分に、旅客機内で爆弾が炸裂し、機体は空中分解した。機長は、遭難信号や、地上の管制機関に緊急事態を宣言する間もなく、爆発の衝撃で即死したとみられる。乗客、 乗員115人全員が行方不明となった。定時報告更新が途絶え、レーダーサイトのモニターに、機影はなく、大量空に入ると予想された時刻に、航空管制当局とのコンタクトがない事態から、858便の異常発生が発覚し、韓国標準時午後2時5分台韓航空の車内無線更新に応答がないことで、858便遭難が、 確定した。大観光空気の捜索には、ビルマとタイの両政府当局が当たった。太陽国軍による捜索隊を組織し、気象状況に858便が消息を絶つまでの経過から、ビルマとタイの国境付近のジャングルに墜落と推定し一帯に派遣されたが、実際にはアンダマン海上に墜落していた。衛星測位システムや、 当時のアンダマン海近辺の航空レーダーサイトの整備が貧弱であったことで迅速に事故発生地点を把握することができず墜落地点と推定されたビルマ側は反政府勢力下連続が支配する紛争地帯で政府の捜索は不可能また下連続が国境を侵犯し武装闘争を繰り広げていたため捜索隊を編成指揮した タイ側も十分な捜索活動は尽くせなかった。12月10日になって、アンダマン海から、自故機の機体と思われる残骸が、海上や海岸の漂着物などで、次々発見、洋上の遭難が、確実視されたが、墜落地点の特定は、外交関係から1990年まで持ち越された。工術、被疑者の拘束で、実行犯が確保される一方で、 機体が確認されていないにもかかわらず、爆破と断定したことは、鉄造・陰謀説が一部から指摘される一因になった。改めて推定された、遭難地について、ビルマ国内紛争地帯沿岸に近い海域で、外交関係事情から捜索は、限定的なものに止まり確定されないまま長期化し、漂着や、現地の漁船により、 858便の遺留品は、救命いかだや、機体の部品、乗客の手荷物と遺体、バラバラになった機体の一部が、偶発的に回収された。これらにボーイング707と確認できる、構造原型を留めたものは数多く、機体の残骸が、大観航空858便であることは明らかで、あったが、ブラックボックスは発見できず。 事件から3年後の1990年3月10日に海底から回収した胴体上部外反一部に大韓航空がオフィシャルエアラインとなっていたソウルオリンピックのエンブレムが記されこれが HL7406 号機特有のもので858便の残骸と断定されるまで長時間を要したまた搭乗者の完全な形での遺体は捜索が 後手に回ったことや、インド航空182便爆破事件など他の多くの空中分解事故のケースと同様に完全な、ものは一人も発見されず、わずかに回収された遺体の一部が DNA 解析され、身元が判明した。回収された救命イカダなどの残骸の多くは高温にさらされ、強い衝撃を受けた痕跡があり、爆弾起爆から着水までに機体が損壊中。 何らかの因果から機体の大半が火炎に包まれていたことを裏付けていた。韓国政府の管轄部署では爆弾の位置から機体が空中分解し水上に墜落するまでの過程についてメーカー協力のもと分析を行い報告書を作成、火災の発生と続いて起こった損壊は過程範囲の記載に止めた。当初、空中分解の原因は事故機となった。 ボーイング707から320バイトの HL7406 号機固有の欠陥が原因と見られていた。この HL7406 機は当初は大統領外遊時の特別機として韓国政府が使用していたが大韓航空に移管され主に国内線で運航されていた。だが事件の10年前の1977年9月に富山で 胴体着陸事故を起こし、事件の2ヶ月前の9月2日には、ソウルの金保国際空港で、ランディングギアが出ずに待たしても、胴体着陸する事故を起こしており、修理を終えて、運航復帰した直後に発生したためであった。しかし実際には爆破テロであったことが後に、判明することになる。一方で、ソウルの韓国放送公社によれば、事件発生後に、 大韓航空幹部がハイジャックされた可能性があると語ったという。だが、それを裏付ける証拠はなく、大韓航空はビルマ政府に情報収集を依頼した。後に爆破したと断定された後で、携帯できるような爆発物では、航空機の壁に1メートルの穴を開けることしかできず、空中爆破はできないという、旅客機の航空事故に関する知識の乏しい。 軍事評論家の指摘もあったが、これは、予圧されていない地上で爆発した場合であり、過去の余圧されている、航空機の爆破事件において、1万メートル程度の、巡航行動飛行中の旅客機に、亀裂や穴が開くと、そこから余圧された空気が噴出することで、風船が破裂する様に機体が、空中分解した例が多数ある。バーレーン国際空港事件直前、 バグダードで登場して、経由地のアブダビ空港で後期した乗客は15人いたが、その中に、東、アジア系の男女が一人ずついた。この2名は、日本人名義のパスポートを持っており、30日午後に、バーレーンのバーレーン国際空港に、ガルフ航空機で移動し、同国のマナーマのホテルに宿泊していた。旅券名義は、蜂谷慎一と、蜂谷真由美であった。二人は、 父親と娘の関係だとされた。韓国当局も登場名簿からこの日本国旅券を持つ二人の男女が事件に関与したと疑っており、当地の韓国大使館代理大使がその日の夜に接触した。一方、事件直前の1987年11月21日、偽造旅券の所持していた罪により、 東京で逮捕された日本赤軍の丸岡治は翌年に迫ったソウルオリンピックの妨害工作をするためにソウル特別地域を計画していたことが明らかになっており中東を本拠地とする日本赤軍の事件への関与が疑われていたそのため大韓民国中央情報部は早い時点で二人をマークしていた日本国政府当局は日本人による 反ンテロ事件を懸念していた。ザイバーレーン日本大使館が入国記録を調べたところ、航空券の英文の性が抜けていたため違和感を覚え、女の旅券番号を日本国外務省に紹介したところ、徳島市在住の男性に交付されたパスポートと同一であることが判明、偽造であると確認した。蜂谷真一と蜂谷真由美の2名はバーレーンの空港で、 ローマ行きの飛行機に乗り換えようとしていたため、日本大使館員がバーレーンの警察官と共に駆けつけ、出国するのを押しとどめた。日本大使館に身柄拘束権がなかったため、同国の入管管理局に通報し、警察官に引き渡した。空港内で事情聴取しようとした時、男はタバコを吸うふりをして、その場であらかじめ用意していたカプセル入り薬物で、 副毒自殺した。現場にいた日本人外交官、砂川正順によれば、女はマールボロに隠された生産系毒薬のアンプルを警察官から奪い取り自殺を図ったが、すぐに警察官が飛びかかり直ちに吐き出させたため、完全に噛み砕けず生産ガスで気を失って倒れただけに止まり、意識不明ではあるが一命は取り留めたとされている。しかしながら、 現地警察の調査や救急救命士の証言では、実際には、女のカプセルは噛み砕かれておらず傷は、ほとんどない状態で、女は搬送される救急車内で逃げ出そうと激しく、抵抗するなど意識ははっきりとしていたが、病院に到着すると一転して、意識不明であるかのように装っていたとされている。蜂や真ゆみ名義の女は一命を取り留めた。一方、 自殺した男が所持していたパスポートの名義の男性は東京都在住の実在する人物であった。彼は宮本明を名乗る男の全額費用を持ちでフィリピンのマニラとタイのバンコクに1983年秋に旅行したがその翌年宮本にパスポートと実印を1ヶ月ほど貸していたことが判明した。宮本を名乗った男性は 西新井事件にも関係していた在日朝鮮人の補助工作員李慶宇であった。パスポートが偽造されたものであることが明確になるにつれ、事件への北朝鮮の関与が疑われるようになった。また、自殺した男が所持していた日本製のタバコの製造年月は4年前の58年4月となっており、すでに3年前には、 全品売り切れであった上に賞味期限も過ぎていたため、理系が逮捕前に作った小道具の可能性が高いと判断された。当初、偽造パスポートが日本人名義であり、日本国政府もバーレーン当局に捜査協力を求めていたが、パスポート偽造は日本国内法の旅券法違反ないし偽造公文書講使には該当するが、韓国側が被った。 航空機爆破という大量殺人テロの重大性と比較して、身柄引き渡しを受けるほどの強い法的根拠がないと判断され、身柄引き渡し請求権を放棄した。韓国への引き渡しを認める。この判断は、当時の内閣安全保障室長である、笹敦之によれば、ザイバーレーン日本大使館員の判断ではなく、サザの意見具心に基づいた。 総理大臣官邸判断であった。なお、モントリオール条約では、航空機上で発生した事件の裁判権は、帰国主義により、航空機が登録されていた国家にある。バーレーン警察による取り調べが行われた後、国籍も生命も割り出せないまま、八谷真美名義の女の身柄は12月15日に、韓国へ引き渡された。その時彼女は、 自殺防止用のマウスピースを加えさせられ、口元を大きな粘着テープで覆われ、両脇を抱えられて移動した。当初、彼女は日本人になりすましていたが、ソウルに移送されることだけは避けたいと考えて、中国人になりすまそうとし、中華人民共和国の国立交渉出身の百科恵であると供述、容疑を否認し続けた。 ソウルの国家安全企画部で行われた尋問でも、最初は中国出身であるように装っていた。しかし、取調べ官からの連日の事情聴取の中で、日本人や中国人であるとする説明の数々の矛盾点を指摘された上、日本に住んでいた時に使っていたテレビのメーカーはという質問に、北朝鮮ブランドのチンダルレと答えて捜査員にも笑われる事態となり、 また捜査員に夜のソウル特別市街へ連れ出された際、北朝鮮の説明とは全く異なる繁栄ぶりに驚愕し、ついに自分が朝鮮労働党中央委員会調査部所属の特殊工作員、金県機であると自白し、航空機爆破の犯行を自供した。服毒自殺した八谷新一無営義の男は、同じく北朝鮮の工作員、 今性1であることが判明した。なお、近畿機の供述によれば、爆発物は、次元装置付きのプラスチック爆弾が入った、携帯ラジオと、液体爆弾が入った酒瓶であるとされた。爆弾は2人の座っていた、機体前方の 7A と7バイト近くのラッグの中に入れており、爆発物は、彼女が、バッグの中に入れて機内に持ち込んだと供述した。 2019年3月31日、当時の機密扱いだった外交文書が公開され、当時の全都間政権が大統領選挙を前に金券機を韓国に移送しようとしていたことが明らかになった。実行犯は北朝鮮工作員の金券機と金正一であった。二人は10月7日に金正日のソウルオリンピックの韓国単独会サイト。 参加申請妨害のため大観光空気を爆破せよ、との親筆指令に従いテロ行為に及んだもので、父子であると偽り、テロ実行のために旅行していた。韓国当局の取り調べによれば、二人は11月12日に任務遂行を宣誓し、ソ連の首都モスクワへ、朝鮮民港で北朝鮮政府関係者2名と共に向かい、そこで、 アイロフロート便に乗り換え当時社会主義国家だったハンガリーに11月13日に北朝鮮のパスポートで入国したそこで6日間滞在した後にハンガリーから隣国オーストリアに11月18日に陸路入国したハンガリーへの2人の入国はハンガリー政府も公式に認めているこの時まで金券機は別人名義の北朝鮮旅券を使い今章1は。 北朝鮮外交官旅券を使っていたが、オーストリア国内で日本の偽造旅券を使い始めた。6日間滞在した後ウィーンから11月23日発のオーストリア航空621便でユーゴスラビアのベオグラードに移動して5日間滞在した。二人はベオグラードの北朝鮮工作員のアジートで爆発物を受け取ったとされる。11月28日に ベオグラードからバグダードへイラク航空226便で移動し、その日のうちにバグダードで大韓航空858便に搭乗していた。なお、二人が機内に持ち込んだのは酒瓶に入った液体爆弾と豆腐台のコンポジション4というプラスチック爆弾と次元爆破装置を仕込んだ日本製トランジスターラジオであった。ベオグラードで イラク航空に搭乗した際には、当時イランイラク戦争の最中であり、イラクが戦時体制にあることから電池を取り上げられていた。そのため大観光空気に登場する際には、イラクの空港職員に対して、個人の持ち物まで没収するのか、と、今性一が抗議し、電池は返却されたという。しかし、当時イランイラク戦争の最中であり、 限界体制が敷かれていたイラクの空港職員が乗客の抗議によって規則を曲げるなどありえないことであるとの意見をもとにこの証言は金畿期の劣像との指摘がある。なお当時のサダムフセイン政権のイラクはイランへの支援を理由に1980年から北朝鮮と国交断絶状態にあった。二人がアブダビで抗議した後に 機内のハットラックに爆発物が残されていたのを客室乗務員が発見できなかったことを疑問視する声もあり忘れ物の確認作業を怠った可能性があるとも言われるがこの便のように複数の経由地を経由し各経由地で乗客が乗降しつつ最終目的地に向かう便の場合は経由地で機内に手荷物を残したままトランジットエリアに行く乗客は珍しくない 経由地で、ハットラックなどに手荷物が残っていてもそれが忘れ物で、あるとは認識しない可能性が高い。また忘れ物として手荷物を発見していても、それが爆発物であることには気づかない可能性もあるが、いずれにしても、この事件で、客室乗務員も全員殉職しているため真相は、不明である。近券記の回顧録によれば、 大韓航空機でアブダビに到着した乗客は一旦全員機外に出されている。この時二人はローマまでの航空券を所持しており、脱出用にアブダビから直接ローマに向かう航空券と格乱用にバーレーンに向かったと見せかけるための実際に使用した航空券も持っていた。二人は二つの航空券を使用することで足がつかないようにするつもりであった。 しかし、アブダビのトランジットエリアで、航空券のチェックが行われた。このチェックは事前に、北朝鮮当局が知らなかったことであった。そのため、かくらん用の航空券を使わざるを得なくなり、二人は、やむなく、バーレーンに向い、次のローマ行きの便まで滞在する羽目になったという。そのためバーレーンで足止めされていなければ、北朝鮮に逃亡していた可能性が高い。 金畿期は外交官の父を持つ北朝鮮では比較的恵まれた家庭出身であったとされており北朝鮮から亡命した今後駐在大使官員公衛官は中安ゴラ水産代表部にいた金畿期の父親は事件直後日本国に急遽呼び戻されたと語っているピョニアン外国語大学日本語科に在籍中に北朝鮮の工作員として召喚され 近世政治軍事大学に入学させられて、日本人になりすまして、暴力活動を行うための訓練をされており、北朝鮮工作員の海外拠点であったマカオに、同僚の近畜機とともに何度も滞在していた。リオン系と呼ばれる女性に、日本語教育や日本文化の教育を受け、ハチヤ・マユミという、日本人名を使用し、日本語を巧みに使って、日本人になりすましていた。 現在も北朝鮮は事件への関与を否定しており、韓国による自作自演を主張しているが、この事件の指導と葬式は、当時すでに、金日成の後継者に指名されていた朝鮮、労働党初期金正日が取ったものと考えられる。このテロの目的は、韓国大統領選挙直前に、与党候補に打撃を与えるとともに、韓国社会を混乱に陥れるため、 ソウルオリンピックへの参加申請を50日後に控え、ソビエト連邦を中華人民共和国など社会主義諸国が参加する可能性が高まり、孤立感を強めた北朝鮮が韓国のオリンピック単独開催、または開催そのものを阻止するためであったと言われる。すなわち、大韓航空機の原因不明の空中分解によって、大韓航空のみならず、 韓国政府の国際社会における信頼低下を引き起こし、その結果として翌年にソウルで行われるソウルオリンピックの妨害を行うことであり、具体的には北朝鮮の同盟国であった東側社会主義諸国にオリンピックをボイコットさせる動機の一つにしようというものであった。ただし、西岡力によればこの事件は単に ソウルオリンピックを潰すためにその場で思いついたテロではなく10年がかりの陰謀であるという。例えば、もし金剣貴が自殺に成功していた場合、東洋人の死体2つと偽造パスポートがそこに残るだけとなり、当時は中東で重信ふ子の日本赤軍が活動していたのだから、彼らが115人の乗った。 飛行機を爆破した可能性が高いとされたであろうし、逆に、本省一と金剣機が逃亡に成功したら、登場者リストには、八谷真一、八谷真由美という身元不明の日本人の名だけが残ることになる。いずれにしても、多数の韓国人乗客を爆殺させたのは、日本人ということになる。北朝鮮による偽装日本人テロは、これが初めてではなく、 1974年には、朝鮮総連が在日韓国人文予行を洗脳し、僕正紀大統領の暗殺を指示した文政公事件があった。この時、日本のメディアは、朝鮮総連による情報操作などもあって、韓国側の自作自演という説をまことしやかに報道した。それに対し、韓国側は日本も関わっていながら謝罪どころか、 自作自演などという暴言を続けている、韓国へのテロを平然と見逃し、しかも弁護すらしているという反日感情から、大デモ行進が起こり、大使館の窓が全部割られ、日の丸が引きずり下ろされて、大使館員が殴打ーーされるという事態に発展した。在日韓国人のテロというだけでこれほどの、反日運動が起こったのだから、もし、日本人によるテロということになったらどうなるのか。 日韓関係が修復できないほどに悪化しただろうと考えられるのである。しかし、金畿機がハンガリーに北朝鮮パスポートで入国し、そこから日本の偽造パスポートで出国したことから、ハンガリー当局は北朝鮮による暴略があったと判断し、当時の東側陣営の名手であったソ連へ報告したため、東側社会主義国全体からも、 卑劣なテロ国家として認識されるようになった。そのため、ソウルオリンピック参加を曖昧にしていた、ソ連、中華人民共和国は、正式に参加表明、他の東欧諸国も追随して、参加を表明した。金畿機が偶然自殺に失敗し、韓国当局にすべて自身の犯罪を自供する、ことによって、日本も予定通り参加することができた。 結局参加しなかったのは北朝鮮ぐらいで、目論見みは完全に裏目になった。その後、北朝鮮は、米韓合同軍事演習を戦争の瀬戸際だと懸念し、有事の際の支援を要請したが、中ソ両国からは逆に反感を買っている。翌年の6月には、金日成が中ソ両国を訪問したが、その場で、これ以上オリンピックの妨害工作をするのであれば、 北朝鮮が1989年に開催する第13回世界青年学生祭典には参加しないと圧力をかけられたという。事件の慰霊非ソ連のタス通信は当時事件は事実であると伝えた上で実行犯の自白のみが証拠であり韓国当局による鉄造説増設とする見方もあると報道しはしたが北朝鮮の主張を擁護するものではなかった。 以上のことから、事件に対して直接的な批判こそされなかったものの、事実上、北朝鮮は同盟国である、他の社会主義国陣営からも見捨てられたと言える。なお、ソ連は事件及びソウルオリンピック後の1990年に、中華人民共和国は1992年に、北朝鮮の激しい抗議を無視し、韓国との国交を樹立した。事件後に、 当時国のみならず、世界各国により、北朝鮮への避難が巻き起こったものの、北朝鮮が意図した、韓国の信頼低下という現象は起こらず、翌1988年には、ほとんどの東側諸国や、非同盟中立諸国も参加する形で、ソウルオリンピックが開催された。 また、テロ事件は他国への主権侵害である日本人や韓国人、レバノン人などに対する拉致問題や乱軍事件などのテロ事件と並んで北朝鮮による国家犯罪の典型として周知され北朝鮮は世界中から非難を招いて国際的に孤立した北朝鮮は現在に至るまで事件の関与を否定しているため事件の謝罪を行っていないただし 日本では、副読詞した、今章一の、偽造日本国旅券作成の過程で、日本在住の北朝鮮工作員が、背乗りに関与したほか、日本人拉致被害者の田口八重子に関する、金県期の話を、信憑性があるものと受け取られている。金日成の母方のいとこで、北朝鮮の強制残前首相の娘婿である、亡命者の公明堂の著書、 北朝鮮の最高機密によれば、事件後の1988年当時、ピョンアンは、金畿機の話題で持ちきりであった。労働新聞は連日、韓国の国家安全企画部が、金畿機をでっち上げ、事件をデ造していると報道した。しかし、公明道は、ピョンアン外国語大学日本語科出身のチョ,ウチョルホの話として、金畿機が、 ニアン外国語大学日本語科に在籍していたが、調査部が連れて行ったと記しており、金県機の証言とも一致している。また、北朝鮮の元工作員、安脇信によれば、北朝鮮当局は、金県機が、北朝鮮の工作員ではないと最後まで否定したが、工作員養成学校である、金正日政治軍事大学では、金県機が、対外情報調査部に所属する。 工作員であることを、教官がも生徒も誰もが知っていたとのことである。その後、北朝鮮での南北赤十字会談の時、長期絵に、金剣記が花束を捧げたのは鉄造で、本当は、私が捧げた、と主張する女性が平壌に現れ、朝鮮総連を経由して録画ビデオが、マスコミに配られる事件が起きた。この事件は、 自殺に失敗はしたが生産ガスのため3日間一式、不明になるなど命をかけて任務を遂行した金剣機に北朝鮮が利用するだけ利用して容赦なく捨てたことを認識させ完全に転校するきっかけとなった。彼女はこの時初めて祖国に裏切られたと感じたという。安脇神によれば金正日は金剣機が 大韓航空機爆破には成功したものの自殺に、失敗し、韓国に連行され、北朝鮮の工作員であることや、破壊工作の詳細を自白したことを知ると激怒した。まず、対外調査部長は解任され、前モスクワ駐在大使であった、ケンヒロ広ケイが公認になった。また、金正日が、いつでも女性が問題を起こすのだ。女性工作員の数を大幅に削減しろ。 と命令し、女性工作員の訓練地区であった十合棟、総高地区を完全に閉鎖した。一時期は、北朝鮮のスパイ組織である3号庁舎で、女性工作員を全く採用しなくなった。さらに、大韓航空機爆破事件から3年後の1991年6月、金剣期の手記、金剣期全告白今、女としてが発行されるや、 日本語版が北朝鮮に輸入された後朝鮮語に再翻訳され、教官やや諏訪吉を含む大学関係者が読んだとされる。金正日も同書を読み、金剣期の転校は大学の教育が間違っているせいだと指摘した。金剣期は韓国は古事記と勝負が溢れていると教育されてきたが、実際の韓国の豊かさや自由を見て、 北朝鮮当局に騙されていたことを悟り転向したと綴っている。その結果、金正日政治軍事大学では、韓国の実情を具体的に生徒に知らせる教育が始まった。一方で、安脇信のように、北朝鮮の現状に疑問を持つ工作員を生むことになった。また金県期が死刑判決後特赦を受けたことも、亡命への希望を持たせることとなった。 金畿機は韓国における1年間の取り調べの後、トランジスターラジオにセットした次元爆弾で858便を爆破したと認定され、韓国の国家保安法、航空法、航空機運航安全法違反で1989年2月3日に起訴された。韓国の裁判所は1.2審と死刑判決を下し、1990年3月27日に、 確定した。しかし、ロタイグ大統領は、事件の意気承認という政治的な配慮から、事件遺族の抗議の中、4月12日に特写した。また5月には、内外の記者との会見が行われ、自己批判と北朝鮮の体制批判をした。この時に飛び出した話の一つが前述の、オン形の話であった。その後、1997年に、 韓国国家安全企画部部員と結婚し子供も授かったほか、自伝も出版した。なお金に対し、日本では、元死刑囚ないし、元工作員という故障が付けられて報道されている。1997年以降は、公式の場から姿を消していたが、これは、ログゲンなど、革新政権が、 北朝鮮に融和的な対応政策をとっており、金の存在を目立たなくするための措置との指摘もある。2004年12月、ソウルの検察当局は、訴訟を受けて、事件関連記録のうち、個人情報関係を除くすべてについて、情報公開を決定した。これについて、金は北朝鮮の工作員として関与した事件を否定するようにと、 当時の韓国政府からの圧力だったと後に主張している。2008年には金が当時の政権によって劣造されたとする説に対して知人宛の手紙を通じて反論している。この手紙は北韓民主化フォーラムのリアズマカオリ代表の手に渡たり11月25日に自身のホームページで内容を公開した。それによれば 金は2003年にある報道番組への出演を要請されたが、当時は、ロブゲン政権下で国家情報院といった政府機関やマスコミが事件列増設を盛り上げていたこと。前述の番組を放送するテレビ局が政権寄りだったことから、出演すれば事件に関して偽証していると仕立て上げられることを警戒し、出演を拒否したこと。 さらに番組への出演を断ったためか、非公開のはずの自宅に、マスコミが押しかける嫌がらせを受けたと主張している。2009年3月11日に、富山で、田口愛子の愛に及び実施と会談したが、この場において、金は、大観光空気爆破事件は、私がやったことだ。北朝鮮によるテロに間違いないとした後に、一部から、出ている、鉄造説を、 残念だと一周した。また、ロブゲン政権時代に、情報機関の国家情報院に、鉄ッ説を認めるよう強いられていたという趣旨の発言をして、鉄ッであったことを認めるように、政府から迫られたと主張している。なお、金は、現在に至るまで、事件の犠牲者遺族と対面や対話などをしていない。そのため、日本人拉致被害者と会談するにあたり、遺族会が、 韓国政府に金が事件の遺族に合わないことを非難する申し入れをした。事件当時、アンゴラ駐在の北朝鮮貿易代表部の水産代表だったとされる金の父一家の消息は事件後不明となっており、強制収容所にいるという説があったが、2012年1月にアジアプレスネットワークが伝えるところでは、一家と親しかった脱北者の話として、 支配階層が居住する平壌から1988年に日本海側にある環境北道清津市に一家は強制移住させられ現在も厳しい監視下に置かれているというそれによれば父と姉は死亡母は高齢であるが生存しており大学を中退させられた弟一家が生活を支えているというムンジェイン政権発足後は韓国国内で 重北勢力が活発化したことに伴い、司法もその影響を強く受けることとなり、2018年7月26日には、本事件が全都間による自作自演の反響テロであると唱える、家族会への批判が名誉毀損であるとして、刑事事件化されたことが報じられた。事件直後から、北朝鮮当局により、韓国情報機関による暴略であるとの説が、 盛んに懸念された。韓国人労働者の乗った飛行機を爆破して北朝鮮に一体何の得があるのかと考える人々はかりごと略説を支持した。事件は北朝鮮工作員による犯行という韓国政府の発表に対し、左派系諸団体などによる陰謀内視絶造であるとする説が唱えられた。一部ではあったが、 北朝鮮内市朝鮮総連による当初の主張を受けて日本社会党や日韓の一部マスコミなどが本当に北朝鮮の工作員による犯行だったのかとして大統領選挙で与党候補を当選させるために韓国国家安全企画部が仕組んだ暴略ではないかという自作自演であるとする陰謀論が主張されたことがある日本社会党は長年にわたり 北朝鮮の独裁支配政党の朝鮮労働党と友好関係にあったため北朝鮮当局の主張をそのまま受けて北朝鮮は同事件に関与していないとして擁護していた。そのため同党の井上一世国際局長が北朝鮮当局の事件への関与を認める発言を問題発言として撤回させる事態も発生した。 一方で北朝鮮と対立関係にあった日本共産党は社会党の一連の北朝鮮擁護の姿勢に大使事件への北朝鮮の関与は明らかであるとして厳しく批判していた。そうした中、日本社会党の機関紙社会新報の1988年5月24日付の紙面は大韓航空機爆破事件は日韓米とバーレーンの関係国による 国際的詐欺であるとすることを韓国の金定列前首相が認める良心宣言をしたとする報道をした。この記事については裏付け取材を全くしていない虚偽報道であったとして記事の全面取り消しと編集長の更迭がなされた。この報道のニュースソースは韓国政府から反国家団体認定を受けている。 韓国民主回復統一促進国民会議、日本支部の機関紙、民族時報1988年5月21日付の紙面であったが、さらにソースをたどると、朝鮮中央通信が2月に配信した捏造によるプロパガンダニュースであり、朝日新聞が、韓国の前首相が、このような発言をする可能性はあり得ないとするなど、日韓の報道機関も無視していた記事であった。 この社会新報の記事をタイプしたものを北朝鮮の記者が反問店でこういう情報もあると配っていたとも言われる。北朝鮮側は事件に関与していないことを主張するため虚偽の情報を発信していた。なお、ジャーナリストを名乗る野田ミネオが1990年に発表した破壊工作大韓航空機爆破事件葬られたスパイたちの肖像では 野田は、バーレーンの病院で、担当医師から、根性1は瀕死の状態だったが、近畿記には、何の異常も見られなかったとの証言を得たとして、近畿記は本当に、北朝鮮の工作員なのかと疑問を呈した。2003年には、韓国の作家が、事件は、韓国の国家安全企画部が仕組んだ暴略だとする、小説、背後を発表、韓国で、ベストセラーとなった。 しかし、韓国の国家安全企画部が、韓国人乗客を殺害して、何のメリットがあるのかは不明であり、これは、大きな事件が起きた時に見られる特徴的な陰謀論だという。2001年に発生したアメリカ同時多発テロ事件が、アメリカ合衆国連邦政府の自作自演であるという、主張に酷似していると言われる。2005年、韓国政府は、 鉄造説の真偽を調査し、政治的に利用されたのは事実であるが、事件自体は真実であるという調査結果を公表している。2020年には、韓国文化放送が、大韓航空858便と推定される航空機の胴体が、ミャンマーの海底で発見されたと報道し、遺族らは、胴体の引き上げと真相究明を求め、 韓国政府も調査に乗り出すことになった。肝心の北朝鮮国内では、李秀一が、ピョニアン留学していた1991年、李が、知人から、あの娘は、どうなったか、死刑になったか、と、金研究の安否を聞かれたことがあったという。死刑判決が下りたが、御社で釈放された鳥が答えると、彼は、安心して、小さな頃から気立てが良くて、 器量よしな娘だった。せっかくうまく、任務をやり遂げたのに、捕まってかわいそうにと語ったという。金献記を実際に知る人からすれば、暴略説はナンセンスだということになる。RC サクセッション、シークレットエージェントマンは、当事件を題材にして歌った。1988年発表のアルバム、カバーズに収録。冒頭、金献期の記者会見の音声の一部が、 収録されている。韓国では、新総玉監督により、政治犯、金剣記、真由美という題で映画化され、1990年に公開された。日本では、2002年前後の北朝鮮による、日本人拉致問題に対するマスコミ報道の加熱と、ほぼ同時期に日本テレビ系列でこの事件を、完全再現。真実の物語金剣記大観航空爆破事件。 北朝鮮のシナリオのタイトルで2時間のテレビドラマ化され大きな反響を呼んだ。このドラマでは金羅実行犯側から見た事件の流れを追ったものであった。2007年12月15日、富士テレビ系の土曜プレミアム特別企画として大韓航空機爆破事件から20年金研究を捉えた男たち封印された3日間という題でドラマ化された。 原作は事件に関わった外交官の一人であった砂川正順の極秘指令金、権威拘束の真相であり、バーレーンやアブダビに駐在した日本人外交官からの視点で描かれていたものである。2010年12月13日、TBS 系の月曜ゴールデン特別企画、大観光空気爆破23年目の真実、独占金。 元気11時間の告白完全再現ドラマ、私は、こうして、女テロリストになった、が放送された。当初11月29日に放送される予定であったが、北朝鮮による11月23日の延べつぼ、島砲撃事件及び緊迫した、朝鮮半島情勢を緩和にし、放送を延期した。ありがとうございます。